ずいぶん遠くまで来たのね。そう？明日は忙しいの？別に。ちょっと何してんの？なるほど、そのためのベルトか。すべてを瞬時に行う。やば、遅刻だ。なんで起こしてくれなかったんだよ。お前、わずかだが混じってるな。あれ、どういう意味だろう。人間以外って、僕は右手以外人間だろ。それはどうかな。最近さ、変わったね。違う、人間を殺して食いたいなんて思わない。やめろよ。なんだおめえ。彼、僕のクラスメートなんだ。目が覚めたか、メガネ君。人間の心で特に理解できないものは献身というやつだな。やめろって言ってんだろ。やるならもっと正々堂々とやれよ。もうその辺にしといたら。弱いくせに、なんで出しゃばるの。バカじゃねえの。ああ、自分でもバカだと思うよ。おい、泉、長いから聞いたぞ。三つおたちとやり合ったんだって。君は彼女いるんだね。まだ何か。カッコつけないでよ。正義感ぶってても裏で何やってるか分かんないんだから。泉くん。参考までに相手のパワーを教えてやる。だからなんだって言うんだ。やめて。その子を離せ。さもないと。いい加減にしなよ、三つお。カナ。多数が少数に襲いかかる。動物としてはこいつらの方が新一よりマシだな。生殖器の構造が女とだいぶ違う。うまく操れない。もういいよ、別に歩けないわけじゃないし。うん、送る。ねえ、僕って変かな。それ褒めてくれてるの。もちろん。寝てろ。誰と話してるの。つけてきたのか。ああ。彼女は人間だろ。村野もかなり鋭い感覚を持っているが、さっきの女は桁違いだ。綺麗な夕焼けね。ああ、わざわざタクシー飛ばしてきた甲斐があったな、信子。え、公衆電話からだ。新一か。父さん。父さん、父さん、父さん、母さん、どこなんだよ。そこはどこ。父さん、母さんは。あの化け物を。新一、体をちゃんと休ませろ。化け物。私の仲間が現れた。こちらに近づいてくる。いや、君は心構えだけでいい。相手が我々を敵と判断する前に、私が一撃で倒す。鍵を開けた。母さん、母さん。あの男は戻っていないのか。奴は君の母親の頭を奪ったんだ。え、右手。新一、包丁が邪魔だ。どけろ。大体右手が喋る方がおかしいんだよ。新一、目を覚ませ。君の母親はもう。黙れ黙れ、化け物はお前なんだ。新一。